はい、ジャンです。明治安田 J1 リーグ第8節、ジュビロ磐田対名古屋グランパス戦のね、振り返りの方していきたいと思います。はい、最初にスタメンの方なんですけど、まあジュビロの方はね、センターバック森岡陸選手ではなく、伊藤真希人選手がセンターバックに入って、あとはスタメン予想通りっていうところで、名古屋の方はね、結構スタメン予想から変わってて、増井選手入ってたり、和泉選手がね右サイド入ってて、でゴールキーパーがねランゲラック選手でなく、武田選手っていうところで、あとボランチも稲垣選手が入ってる感じでした。はい、っていう結果の方なんですけど、0対1の、完敗っていうところでね、まあ感想の方、個人的な感想を喋っていくと、開始早々にねまた失点っていうところで、右サイドからのクロスがね直接入っちゃったみたいな、そんな、失点でした。まあ開始10分経ってないところで失点っていうのはね、今シーズンもう 2,3 回目ぐらいの、まあ試合っていうところで、まあどうしたらそれが改善するのかっていうね、まあ相手がいることなんでね、まあそこはあったりなかったりっていうところなんでしょうけど、まあ開始早々の失点がなくならないっていうのはちょっと痛いなっていう感じです。はい、次、チームとして内容が悪く今シーズンワーストゲームっていうところで、まあ誰が悪いとかじゃなくて、もうチーム全体としてなんか悪かった、なんかどこも機能してなかったような、そんな印象でした。で今シーズンワーストゲームってところでね、まあ開幕戦のね神戸戦なんかは、まあ相手に圧倒された感じだったんですけど、このゲームはね後半からもう後半開始からもう相手チーム一人少ないっていう中でこの結果っていうところで、まあとりあえず今のとこ今シーズンワーストゲームっていうところで、個人的に挙げさせてもらいました。で3つ目、まあ今喋った通り人数有利を活かせなかったってとこでね、まあ第2第3の策がない感じ、まあ選手交代はしてたんですけど、なんかそこのポジションに当てはめるだけの交代っていうような印象で、まあ特になんかやろうとしてるサッカーを根本的になんか策を変えて実践してたっていうような、そんな感じは見えなかったかな。もうゴリ押しで、まあ繋いで繋いで崩そうとしてゴール狙ってたっていうような、なんか特にやるサッカーを変えずに、まあ人だけ変えてたっていうような、まあそんな風に、見えたかな個人的には。まあフォーメーションも特に変えてないと思うし、まあちょっとなんか策がないのか、まあそのまま貫き通したのかなっていう、まあそんな印象でした。で4つ目、名古屋のね、まあ3センターバックあと2ボランチの守備に抑えられたっていうところで、まあそこがね、まあ全てかなっていう、まあもちろんね名古屋の方はそれ以外の選手ももちろんそうなんですけど、まあ後半からは特にね一人少なくなったっていうところで、まあワンチャンカウンター狙って追加点みたいな、そんなサッカーをねまあしてたんじゃないかなっていう、まあとにかくねちょっと相手の守備が硬かったっていうね、まあペイショット選手ジャーメイン選手をうまくね抑えられて、でサイドもなんかすごい封じられてたようなね印象でした。でまとめると、まあ前半のね入りが良くなくて、前節のようなサイドの攻めができてなかったっ
ていうのと、まあ、2トップと中盤がうまく噛み合ってない印象でした。まあ、岩田の方がね。で、中村俊選手がいれば多少なんか縦パスにスパッてパス入れてとか、なんか展開が違ったのかなっていう、まあたらればになるんであれですけど、うん、ちょっと、うん、うまく噛み合ってなかったかなっていう、そんな印象でした。で、後半頭から単純に、まあ、クロスロングボールの、放り込みサッカーでね、まあ、プライド捨ててでも1点もぎ取りに行ってほしかったなっていうのがもう本当に個人の感想です。まあ、選手もね、まあ、すごくやってるとは思うんですけど、まあ、なんか前節に比べて守りも体を張ってとかっていう、なんか気持ちがちょっと、うん、前節よりもなんか控えめに見えたかな。なんか前節は本当に体投げ出して守備してる印象だったに対して、今節、まあ相手一人少ないからそんな後半はね、守備っていうよりはもうどう攻めるかっていうところだったと思うんですけど、ちょっとなんか気持ちがちょっと2連勝で浮かれたのかなっていう、まあね、選手からしたらそんなことなくやってるとは思うんですけど、まあそう外から見るとね、そういう風に見えてしまったっていうような試合でした。はい、ベストプレイヤーはまあなしっていうところで、順位表、まあ、ジュビロ11位だったのが13位に後退して、まあ下とのね勝ち点もまあちょっと17位18位とか、途切れ乗せてないんですけど、まあ18位が京都で勝ち点6だったかな、なんで降格圏まで勝ち点3差ってことで、まあワンチャン次の試合で降格圏に逆戻りもあり得るっていうようなね状況で、次はね、土曜日、1個上のアビスパ福岡との試合で、まあここを勝てばね逆転す、順位逆転するっていうようなとこで、まだすごい団子状態なんでね、早くこの下位中位あたりを抜け出して上位争いに絡んでてほしいなっていうところです。で、ちょっと個人的に川崎フロンターレが16位にいるっていうのがね、すごいちょっと違和感ある感じなんですけど、まあそのうち上がってくるんだろうなっていう気はしますけどね。はい、ウイナーの方はね、まあもちろんジュビロが負けたんで外れなんですけど、まあ現在収支マイナス16,800円、もう次は本当に勝たないとっていうところで、まあジュビロがね勝たないと、まあ引き分けもしくは勝たないと、もうウイナーの方もね積み重ねというか取り返して蹴れない状況なんで、ちょっとまたね次節予想スコアも予想して動画の方やっていきたいと思います。はい、で今週は水曜日の中日にねルヴァンカップの2回戦ってことで、ビファーレン長崎との、試合になるんで、でまあ一応ちょっと予想スタメンじゃないけど、まあこんな感じで行ったらどうかなみたいな、まああんまり試合出てない選手、控えの選手もね中心というか、もうほぼほぼその控え選手で組んだスタメンで、まあ石田選手は中盤で使うべきかどうかなっていう、まあジャーメイン選手とペイショット選手どっちかはまあ連れていくのかなとは思うんですけど、ウェベルトン選手がね怪我なんで、純粋なフォワードっていうフォワードがね、まあ藤川選手をワントップに添える可能性もあるのかなっていうところなんですけど、まあちょっとね、まあ無理やりじゃないけど、うん、結構試合絡んでない選手をスタメンに添えたって感じで、で右サイドハーフ
スミ選手、スミ選手がね今ジュビロに練習合流してるってことでルヴァンカップ出る気満々みたいなんでね、ここは上村選手みたいにねこのギラギラしてる選手を出して一気にちょっとヒーロー誕生みたいな感じでルヴァンカップは期待してます。で長崎の方なんですけど、前節ね、土曜日にやった、徳島戦で6対1で勝利で現在2位で J2 2位っていうね、もうまあ絶好調っていうのか好調っていうのか、まあ すごいね点も取ってるっていうチームで、うん、清水にもね4対1で勝ってるんで、まあスタメンがねちょっとどんな感じで来るか分かんないですけど、ファンマ選手、エジカルジュニア選手っていう強力な選手もいるんでね、もう簡単に控え選手で勝てるかっていうとそうじゃない相手だと思うんでね。で直近の直接対決のアウェー戦の3試合の成績でいうと1勝1敗1分けっていうところで、全部1対0、2対1、0対0、1対2での時は長崎が勝ってたのかな。もうそんなね、まあ五分の成績ってとこで、でこの試合に関しては全員が活躍して勝って、最高のアピールに期待ってことで、もう、まあ、控え選手中心になるとは思うんですけどね、もう前節ね、まあ、負けた試合の後だけにね、まあ、勝利が欲しいし、まあ、すごい絶好のアピールになると思うんで、この試合勝てば。なんでね、古川選手だったり、まあ、ゴメス選手だったり、まあ、特に川崎選手、高畑選手、まあ、石田選手、金子選手、まあ、ほとんどの選手かな。もうスタメンにね絡むような活躍アピール期待して、まあ次節ねアビスパ戦、まあアビスパ戦はダゾーンでの観戦になるんですけどね、また金曜日に、動画の方ね投稿していきたいと思うんでね、また良ければね見てもらいたいのと、まあもし良ければ、チャンネル登録もねよろしくお願いします。じゃあまた今週金曜日動画上げるんで、またよければ見てください。じゃあまたね、バイバイ。